おはよう。ほんとごめん。眠そうだね。眠いです。寒いの今日マジ。全域寒い。全域関東も寒いの？新潟だけじゃなくて。寒いとよく寝れる。寝ちゃった。鹿児島も寒いの？鹿児島は暖かいイメージなんだけど。マジで。寝癖がなんかついてる。妙高雪降ったの？マジか。うん、なんかね。昨日寝たの何時なの？昨日帰ってきてお風呂入ったのがもう12時だったんだよね。そう、病院に出発しますって。頑張れ。そうで、応援でした、ありがとう。おはよう。何の話したっけ。頭が起きてない。2回目打ったのワクチン。 おはよう。何の話そう、お風呂入ってたら、お風呂入ったのが12時で、寝たのは多分ね2時ぐらいだったんですよね。そう、マジで昨日はなんかめっちゃいいおしゃべり会だったな。昨日はっていうか、なんかやっぱそのゼンに行って終わって、いろんな人が来てくれたなと思ってるんですけど、
やっぱり自分のファンが主に来るじゃないですかね。握手会よりも来にくい状態じゃん、ある意味初見さんって。だけどそれでもこう初めましてをしに来てくれた人もいたし、でもやっぱりほとんどは今いるファンが来るという形で、やっぱり自分のファンは少ないなと感じたし、でもね、なんかすごいなんか最後の分マジでみんなこうやって来てくれた人と話してるだけでマジで泣きそうになってて、なんか最後だねって話をやっぱ毎回するんですけど、最後の部って、でもなんだろう、私の中では今来てくれてる人がいるから選抜に入れたわけだし、いろいろ考えたんですよね。初見ですいませんって、そういうことじゃないよ、マジでありがとう来てくれて。そう、なんだろう、なんか本来ならさ、たくさんのファンの方が来てくれて完売出て買えなかったっていうのが一番いいじゃないですか。でもやっぱり私はそうじゃないし、そう、なんか今いるファンがめっちゃ、ごめんね今いるファンが一生懸命買ってくれて、まあ、もちろん会いたいっていうのもあると思うんだけどね、買ってくれてそれでっていうのも、それで今があるというかって思った時に、なんかすごい申し訳なくなっちゃったんですよ、自分の中で。そんなにファンがたくさんいるわけでもなく、今いるファンの中でこう頑張っちゃってるわけじゃないですか、ファンの皆さんが。なんか言いたいことわかるかなそう、なんか申し訳ないなって私の中ではすごい思ってて、でもなんかなんだろう、それなのにみんながめちゃめちゃなんだろう、優しい言葉をかけてくれるんですよ。もちろんファンだからっていうのもあるんですけど、なんか頑張りすぎだよとか、私って周りから見るとやっぱり心配されないタイプで、ちかなちゃんは大丈夫ってよく言われるんですよね。大丈夫なことなんてないのに常に必死なんですよね、私って。
だけどやっぱりちかなちゃんは大丈夫っていう立ち位置にいるから、そうよく思われます。だけどやっぱりそう、私のファンは今の現状を現実逃避しないでちゃんと見てくれてる方が多いと思ってるんですよ。それはめちゃめちゃ嬉しいと思う。本当に良かったなって思う。かな。なんか私のファンが頑張りすぎだよとか、ああファンは見てくれてるんだって思ったら、なんかあーこんな私でも全然ファンの数は少ないし、みんなに負担かけてるけど、それでもこんな優しいんかって思ったらめっちゃ泣きそうで、そう、現実っていうのはやっぱり厳しくて、なんだろう、売り上げって見られるからさ、それもファンの人よく分かってるから頑張っちゃうんだよね。ファンの数がいないのは私の努力不足なのに、って思ったらなんか私のファンめっちゃ優しいなって、私のことよく見てくれてて嬉しいなって、私が甘えられる場所、唯一甘えられる場所なのかなって思いました。っていう感じです。朝から重い話をしちゃった。これ終わったから撮るか。寂しくなるね。させようと思ったわけじゃないんだけどね、なんか思ったことを言いました。うん、だからやっぱりなんだろう、ファンの数かな。私は NGT が好きで入ったわけじゃなくて、アイドルになりたくて入ったわけで、アイドルになりたくて
で、もうすぐ5年目マジでもうすぐ5年目になります。もうすぐ5年目だけど、自分の想像していた5年目よりもう全然なんだろう、全然で、ね。まあ、もちろんなんだろう、表に言ってることが全てじゃないから、ファン同士話してることもあるだろうし、私はそのところには行けないし、わからないから。だけど、でも、なんだろう、俺の推しメン可愛いで済ませてるだけじゃないから、ごめんね、なんでアラーム鳴るんだろう。そう、うるせえなアラーム。今話してんだよな。あれもかけてねえし。そう、それだけファンに感謝し続ければ報われるよ。報われるかな、 NGT という場所で。ナイスタイミング。ね、仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ね、アラームも心配してるのかな。この時間帯にはかけてないんですよね。なんでだろうね、アラーム鳴ったのね。7時にアラーム鳴るのってまだ治ってない、治ってない。常に危機感がある言葉あるのはいいことだと。え、危機感しかないよ、なんなら。だってわかんない、私の求めてるものが高いからなのかわからないんだけど、もうすぐ5年目でこれなんだもん。やっぱりバカずっていうのもあると思うんですけど、なんだろう、でもさ、外のね方々ってそんな中身まで知らないじゃん。パッて見て、あ、じゃあ今5年目なんだって見られるわけじゃん。その数字と実力が比例してないから、
お腹鳴った、よく聞こえましたね私はレンニャーし、ぶっちゃけ大変だよ、でも頼ってくれるから頑張れる。そっか、おはよう。チャンスが来る、本当に来るかなってすごい思う。すごいハート、たくさんありがとう。信頼性だけど長野の誇りだと思ってますよ。マジでこんなんがふふ考えすぎると胃に穴が開いちゃうよ、だって胃に穴開いちゃうかね、地道にコツコツだね、本当に。はいよ。自分はちかなちゃんの時代が来ると信じてるなんて。マジで。来るかな。おはよう、仕事も行くの、行ってらっしゃい。NGT になんとかなんとか、なんだこれ、星なんですか。おはよう、なんだろう、星興味ないかな、これなんて読むんですか、猫のアバターの人星になっちゃってるんだよね、名前呼べないからさ、こういう時さ困るんだよね興味ないですか、興味ない、 NGT に興味ない人に知ってもらわなければ、もらわなければファンは増えない。まあそりゃそうだよね、そりゃそうだよね、名前は呼べないですよ、誕生以外。
絵もみんな読んだの？確認取るね。なんでさ、なるの？え、怖いんだけど、マジで。マジで、え、名前読んでいいの？ダメだと思う。そうだよね。姫はガンガン読んでます。姫はでしょ。だからなんでさ、ファンの人が知ってるって言い方あれだけどさ。いや、これでも配信中に来ないだろうな。朝早いし。こういうとこだよね。そしてこういうところだよね、私も。僕ないのって本当に。笑っちゃった鼻で。何のコメントに笑ったかは言いませんね。でもさ、壇上を読めるようになっただけいいことよね。それな、本当にね。今来た、おはようだって。おはよう、おはよう、やっほーねえ。どうなってんだ、どうなってんだ、マジで本当にもう。ね、顔は赤くないですよ。メンバー全員で運営に訴えかければルールは変わるかな。
いや多分そういう問題じゃないし、そもそもだって中には名前呼んでるメンバーもいるじゃん。意味ないと思うよ。流れとは関係ありませんが、その髪型かわいい、ありがとうありがとう。寝癖バンバンついてるんですけど今新潟も寒いかい。昨日寒かったんだよね。ここがねもう浮いてるの。ここ浮いてるんですよ。わかるかな、わかる、この形おかしいのわかる、ここね、前髪もやばいし、見てもうガタガタねえ、いきなり寒すぎてね。わかるわかる、本当にわかる。はあ、え、ニトリって言っちゃった。まあ、いいか、いいのか。ニトリのさ、ニトリじゃない、ユニクロのさ、なんかあったかい、なんだっけ、毛布とかあるじゃん。ユニクロの毛布気になってるんですよ。え、あるよね、ヒートテックみたいなやつのさ、毛布、ヒートテックみたいなやつ、なんだっけ、あったかいやつ、それ気になってるんですよね。ユニクロどうやってやればいいんだろう。毛布って選ぶってか、ヒートテック毛布、これ気になるんですよ。これ使ってる方います？ニトリとユニクロ間違える、間違えるよ。このさ、これも気になる、ヒートテック敷きパッド、これあったかいかな。ヒートテック枕カバーなんてもあるよ。何それ、あったかいかな。そう、それね、去年からずっと気になってて、そう、静電気は全然ないよ。だってね、そう、あったかいやつがいいじゃん。枕カバー、ヒートテックあるでしょ、あるよあるよ。今度ユニクロ行ってみよう、行ってみて、ヒートテックだと肌がかぶれちゃう。そうなの、そうなんだ、最近在庫しないか、マジ。そう、今オンラインで見たんですけど高いんですよ、毛布1枚5000円するんですよ。普通ですか。私布団買ったことないからわからないんですけど、布団系、まあ今あるのは買ったんですけど、ワークマンさ流行ってるよね。ワークマン女子だっけ、なんだかなんちゃらなんちゃら、あれワークマンだっけ、なんか流行ってませんでした、なんちゃらってやつ、あれ違う、間違えてるかもしれない。ワークマンってなんだっけ、あれ、もうやばい、頭が寝起きでそうそう、おしゃれのやつ、あれワークマンだよね。ね、あ、流行ってるよね、流行って、そう
今日外寒い。マジ？そんなに寒いの？ヤフーさん。ヤフーさんの。最高気温9度。これさ、最高気温じゃない、最低気温が9度、最高気温が17度。これさ、あれでも大丈夫かな、なんだっけ、トレーナー、トレーナー、トレーナースウェットな、な、な、ん、でもいいかな、大丈夫かな。長袖トレーナー大丈夫かな、暑くないよね。そこが心配。絶対寒さはさ、トレーナー大丈夫じゃん。大丈夫。それにしよう今日。寒いよね、急に寒くなりすぎじゃない。ねえ、急に寒くなりすぎ。こたつにこもってるの。日が当たると暑いかも。私もここにあるんです。どうしよう。その汗は嘘をつかないの。ダンス踊ったら温まりそう。あれはね、熱くなるよマジで。でも普通に踊るだけだったら全然そうでもない、汗はかかない。裏起毛ついてるのはまだ早いかな。裏起毛ついてるやつはまだ早い。現在駅周辺トレーナー1枚の人は見当たりません。裏起毛はまだ昼は暑いと思う。暑いかな。うん、アディダス、あ、そう、アディダスのあのジャージの、ジャージのズボンがあるんですけど、それなんかあゆ太郎さんとお揃いでした。もう可愛いんだよねあれね。上に羽織る系がいいかな。ベッドの下。ベッドの下に入れちゃったんだよね。なんかトレーナーにしようかなって思ったんだけど。上だけ厚着で下は足出してる女の子って心配になる。わかる、それな。マフラーする派？マフラーするけど、今年こそはあのさ、こうでっかいさ、輪っかになったやつでこうやってやるやつがを手に入れたいと思ってる今年こそは。違う、ストールじゃなくて、あれじゃん、でっかい輪っかになったやつ、輪っかになっててさ、こうスポッてやってくるってやるやつで、ちょうどいい、よくなるやつ。ネックウォーマーじゃない、ネックウォーマーはこれじゃん。え、分かる人いません？欲しになる。スヌード、
スヌードって何？え？マフラー輪っかのやつ。な、スヌードかな、わかんない。あれスヌードだったっけ。スヌードらしい。うん、スヌード、スヌード、スヌードらしい。そうそう、これこれこれ、輪っかになったやつ。輪っかになったやつ。今年こそはって思って、もう2年ぐらい経った。そう、あ、ご飯炊こうと思ったの。まあいいや、終わってからご飯炊こう。そう、お風呂掃除もしなきゃ。ねえ、お腹空いてきた。からお腹空いてきたけど、今寝ていいよって言われたんで全然寝れるんだけど。私歯磨き粉ありました、ありました、ありました、歯磨き粉。この辺なんかついてた。え、画面で撮るの楽しい。なんだこれ、ゴミがついてる。寝ていいよ。だシー君はあったかいよ。シー君はいつあったけや。好きな、あったかいですね。本当にもう。レッスン時間大丈夫な、ちょっと大丈夫なんだ。シー君抱っこしたいでしょ。マジであったかいから、あ、本当に抱き枕。本当にあったかい、湯たんぽみたい。少し首肩こるけど、シー君首に巻こう。いや、少しどころじゃないぞ。ああ、あいつは5キロあるんだぞ。5キロあるからもうねえ、たまったもんじゃない。首に置いたらもう折れちゃう。だって頭って5キロあるんだってよ。この頭5キロ、もうこれ式なで、これ式な。筋トレやん。首の筋トレって何？何？なんかなんかできる？なんか、え、いる？首の筋トレって何？いる？いります？ねえ。シー君に会いたいな。マジで、でも今日寒いね。寒い。
昨日はありがとうございました。おはよう、ありがとう来てくれて。ショーラン、おはよう。もうすぐ終わりかな。ねえ、わかる。急の寒さって服装困るよね。裏肝もついたやつにしようかな。もう一回天気見よう。でも夜寒いね。夜寒いな。ね、裏着もあってもいいかな。ね、あっても良さそうな気もするんですけど。待って、新潟さ、明日明後日雷なんだけど、どういうこと？給料日前、財布も寒くて困る。わかる、私も財布今寒いからな。これアイドルが話す言葉じゃないんだよね。ヒートテック着て出かければよかったって後悔してる。マジで風邪ひかないでね、本当に。みんな、私も風邪ひかないようにするから。でもさ、すごい心配なのが、コンサートのリハがずっと続くじゃないですか。だから多分この期間ショールームできない時あると思うんだよね、私。でも今チケットが4枚あるんですよ。確かそう、4枚あるんですよ。これってあれだよね、自然に何もしなくて配信しなかったら消費されるだけだもんね。だからマジで この期間は休んじゃうかもしれないっていうのは、ちょっと承知しといてほしい。無理はせんでね。無理はせんよ。ね、そう、30日で1枚追加。ということでね、わかる。使い時チケットって何？そう、なんかそういうシステムがね、導入されたんです。毎日配信が途切れないチケット。これだ。じゃあ壇上読んで終わりにしますね。13位にゃおさん、13位にゃおさん、12位なりしたさん、12位なりしたさん、11位ともねこさん、11位ともねこさん、10位ペンギンさん、10位ペンギンさん、9位マイクさん、9位マイクさん、8位カブさん、8位カブさん、7位まるまるさん、7位まるまるさん、6位ノアパパさん、6位ノアパパさん、5位
カズさん、5位カズさん、4位キャッスルさん、4位キャッスルさん、3位パンダの帝王さん、3位パンダの帝王さん、2位タキオビルさん、2位タキオビルさん、1位五代優作さん、1位五代優作さん、ありがとうございます。コンサート明けいろいろ聞かせて。そうね、コンサート終わったらいろいろね、コンサートのここの振りが難しくてとかそういう話できると思うんで、今はできないんですけど、ということでね、もうそろそろ終わりの時間が近づいてきてます。なんか最近朝配信が多くてごめんね。ね、あのお仕事とか学校とかね、今日から月曜日なのである方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、無理せず頑張ってください。無理せず頑張ってくださいっていうのはおかしいよね。無理しないで自分のできることをやりましょう。あ、ファイト飛んできた、ありがとう。お腹鳴った。お腹は元気です。睡眠だけはちゃんととってね、ありがとう。いやー、あ、フォローしたね、あ、フォローしたね、だってフォローしたよ、だってありがとう。今のは聞こえた、ごめん。マジでお腹鳴っちゃった、恥ずかしい。録音したかった、いつでも鳴るからお腹なんて。ご飯炊かなきゃ、ご飯といで、もう今のだったんだけど、 お米といで、ご飯スイッチ入れてちょっと寝ます。ということでね、じゃあ8時なので終わりにします。はい、じゃあ月曜日からまた今日も一日頑張りましょう。ありがとうございました。また会いましょう、ルーム。バイバーイ、ありがとう、またねー。